こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、アップダウンについて質問がありましたので、アップダウンちゃんと作ってなかったなと思って、こうシャッフルとかをやるときに、こうとか8ビートとかのこのアップダウン、これスモークオンザオったときに少しやりました。この、腕がね、腕っていうのはここを軸にこう動くでしょ。こうやって要は、関節が 1,2,3 っていう風に使ってるんですが、でこれの上げるときにこう手首をこういう風に上げて、こういう風にします。こうすると要はめちゃくちゃ速く叩ける。でこの練習するときはですね、このハイハットの要はここを要はこれ人間として叩えると、これヘッドでしょ。でここがショルダー、肩になるね。肩、ショルダーに当てて、でヘッドのチップの方に、これチップっていうのもするので、でこれをだからまずは練習するときは、ワン、ツー、スリー、フォーの部分はこのここのショルダーで、この手全体を使って、でワンエンドの時にこう手首を上げて。円、ツー、円、スリー、円、フォー、円っていう風に叩く。この練習をします。で、要は叩き方とすると、コンガのヒールトゥーって言って、この、こことここでこう、行ったり来たりして、コンガを叩くね。これにすごく似てて、こう、要は、ここで叩きに行く感じと、で、つま先で叩く感じ。で、最終的にはこのアップダウンができると、両方チップとか、両方、ショルダーとかもできるんだけど、こう最初はショルダーとチップをこう分けて練習した方がよくて、で肘はこう前後に揺する人もいるんですが、僕は固定してる方がよくいいと思ってて、ここを持って 1&2&3&4 そうですね、チッ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 とか8ビートをこの高速でってやると、それ素人っぽいので、この方が頭にアクセントがつくでしょ。なのでこの手首のこの動きを使います。でイメージ的にはこう、僕は練習するときによくやったのが、こう膝こうこことここ当てる、ここで当ててここで叩く。これね、テレビ見てるときにこうやって練習するんですけど、意外と気配感じて嫌がられるんですよ。まあなんですが、こうやって練習、これをっていうふうに練習するということですね。これね、それで跳ねた時はこの上にこの手首をこうやって、これあのなんていうんですかね、水拳、こうジャッキーチェーンの水拳みたいなイメージ、上げるタイミングをちょっと遅らせるとスイングになります。ハーリン・ライリーってね、前あのおすすめ CD でも教えたんですが、あれなんかあの人がこうシンバルレガートやってる時にこれぐらいの曲、全部裏叩けるんだと思ってちょっと唖然とした覚えがあります。これね、これの練習するとき大事なのが、まず足がですね、例えばこのアップの時に足はダウンしちゃうじゃん、こうなりがち、みんなそこで釣られちゃいがちですが、こうアップしてるときに足がちゃんと踏めるかどうか。だから最初練習するときは、僕はよくおすすめのするのは、もうダウンだけで、表拍だけで叩いてる時の足の感覚と、アップダウンをつけた時の感覚がすごくこうシンクロすればうまくいくので、とい
う形で練習してもらえば、多分このアップダウンですね、うまくなると思います。めちゃくちゃ速い人いますからね。僕もそこまで速くはないですが、まあいわゆるモーラーってやつですね。モーラーはこの3連とか、要はこのこうホースをこうピュッてやった時にホースがシュワッてなるでしょ。あの感覚を使う感じ、あれがこのモーラーで、モーラーは3つ打ちとかだと、これぐらいのシャッフルだと僕3連で打てるんですよね。この感覚、この感じっていうのはこれモーラーなんですね。で、僕もモーラーめちゃくちゃうまいわけじゃないんですが、これはウェックルに教えてもらったんですけど、モーラーはこう手を振るときに、こう要は野球のボールを投げるときって、こうまっすぐ投げじゃなくて一回外に逃がすでしょ。この外に逃がすっていうのが体の動きとして大事だと。だからこう3連打つときに、こっちにずらしてってこっちに投げ返す。というふうにすると3連ぐらいの、モーラーは結構できるかなと思います。これの2連打がなので、ちょっと外にまっすぐより、まっすぐでもいい、まあでも2だとまっすぐでもいいかな。でも3になってくると、3、4になってくるとこうずらす。だからボサノバサンバとかの場合なんかも、4連打の場合はこう逃がしてって、こういうふうに投げるとうまくいくかも。なのでアップダウンの練習はこういうふうにしてもらって、でこれひっくり返して、みたいな裏打ちでこうアップダウン、要は逆転させて使うのもやるので、これは練習するときは、ね、このダウンの方は、アップはその間を埋めるやつなので、まずはダウンができるようにしてからアップが間に入ればいいね。これはこっちがダウンでこっちがアップです。以上、アップダウンの練習方法でした。今日もご視聴最後までありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白かったなとか、ためになったなっていう方は、いいねのボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。メールマガジンではこういった内容のものを毎日、お昼に配信しておりますので、もし面白いなと思った方はぜひ登録お願いします。こちらの方のびっくりマークの方ね、押していただけると中に入れて、メールマガのどんな内容なのかっていうのをそのページで見ることができますので、LINE アットもありますから、そちらの方で登録ぜひしてください。以上です。黒田でした。ありがとうございました。